明治期の奈良屋。右手に見えるのが1877年地区の西洋館。ウィリアム・ウェッブ・ウィーラー。A グリンプス・オブ・ザ・アイルス・オブ・ザ・パシフィック諸州の奈良屋。奈良屋は神奈川県足柄下郡箱根町の宮の下温泉にあった旅館である。1700年代創業とされる老舗で、明治期には藤屋ホテルと共に外国人にも知られた箱根を代表する旅館の一つであった。 2001年に廃業した。江戸時代前期、徳川綱吉の頃の創業と伝えられるが、資料上確認できる所見は安永7年観光の関東ところどころ温泉案内並び童貞であり、宮の下温泉にある発見の湯宿の一つとして、奈良や平治の名で掲載されている。江戸時代後期には、当時に、甲斐のある名刀、三日月湯として剣伝された。 大名やその家族が当時のため滞在する大名湯宿であり、完成6年から幕末まで28点に及ぶ大名家族のご乳党控え長が残る。また、文化2年に湯本温泉場で旅人の人よ当時が公認されると、大名行列もしばしば箱根七湯で人よ当時を楽しんだが、奈良屋は本人としての機能を果たした。 1863年8月5日より、明治天皇と皇后が、初中休暇のため奈良屋に24日間死宿した。しかし1864年に、奈良屋は火災で焼失。2階建ての本館を新築したが、1873年12月12日の、宮の下の大火で再度焼失の浮き目にあった。翌1874年には純和風の本館を建築。 1877年、木造3階建ての洋式ホテルを新築し、奈良屋ホテルと呼ばれた。この間、1868年に、富士屋ホテルが開業しており、外国人観光客の宿泊をめぐり奈良屋と富士屋の間には、熾烈な競争が展開された。1883年に、士屋と奈良屋は協定を結び、奈良屋は日本人専門旅館、富士屋は 外国人専門ホテルとして住み分けることになった。この協定は1923年まで有効であった。明治期には、勝海舟、木戸高義添島種尾みらが好んで滞在し、大隈重信は西洋館を常宿としたという。なお、1864年には、宮の下郵便局が奈良区内に設置された。1923年の関東大震災では、宮の下で、 大きな被害が出、奈良屋でも西洋館が倒壊した。第二次世界大戦後には、この旅館で、佐々木総一、近衛文マロラによって、日本国憲法草案の一つが考案された。また、岸信介が、しばしば西洋をした。1999年には、本館や別館群が、登録有形文化財となる。2000年に、大岡の安藤金子が死去。 業績は伸びていたが、相続税等の問題が生じたために、2001年5月20日、廃業。土地は、リゾートトラストに売却されることとなったが、建物や庭園は撤去されることになった。奈良屋の歴史や閉館までの日々を追った、ドキュメンタリー、300年目の女将の涙箱根奈良屋の、明かりが消えるが BSI で制作された。跡地には、 リゾートホテル、エクシブ箱根離宮が立つ。かつては8件の登録有形文化財があった。いずれも2000年2月15日付で登録されたが、以下7件は2002年7月17日付で、解体撤去により登録ましょう。下記1件の登録が継続している。旅館廃業時、宮野下駅前にあった、奈良や所有の土地、建物や、温泉の源泉は手放さずに、 安藤家に残った。安藤金子の孫がこの建物を改築し、2007年に足湯付きカフェ、奈良屋カフェを開業している。別館の門の一つは、現代美術作家、杉本博史が制作した複合文化施設、小田原文化財団校の裏側校書に、旧奈良屋門。ありがとうございます。